みなさんこんにちは、マスチャです。元気ですか？今日はようやく今年の最後の一日です。はい、あと少しで、新しい年が来ます。始まりますね。皆さん気分どうですか？お祝いの準備できましたか？年越しそばとかもね、準備しましたか？今日食べますか？私はね、昨日風邪ひいて、今でも多分鼻声になってると思いますが、はい、でもそれでもね、ちょっと年越しそばを作りたいと思います。はい、それでね、心も体も温めて、新しい一年に踏み込みたい入りたいんですね。はい、で今年の、年越しそばを、自分なりに作りたいと思います。自分風なしちゃ風、もう最近全部はね、なんかなしちゃ風でもみんなそうじゃないかな。なんかみんなね、自分の好きなレシピ、自分の好きな作り方で、なんか同じカレーだとしてもね、同じうどんだとしても、まあ年越しそばもそうじゃないかなと思います。天ぷらそば食べる人が多いと聞きましたね。でも私は天ぷら作るのちょっと難しいと思って、はい、自分の好きなあのきのこそばと肉そばを混ぜて肉きのこそばを作りたいと思います。寒くなった時にあのスーパーであのきのこそばがあの出てきて、まあ、できてるやつね、温めるだけ電子レンジで、それをあのまあたまに買っていますね。あのそば好きだし、できのこも好きだから、なんかきのこそばだと、はい、美味しいし体も温まりますし、温かいので、で、今回は自分で作りたいと思います。舞茸が好きなので、あの舞茸で作ります。肉はまあそれもね、いろいろ見た結果分かったのは、なんかみんなね、違うんですね。牛肉で作る人もいれば、豚肉で作る人もいれば、なんか鶏肉のレシピも見たことあります。ということで今回は自分の判断で、まあ自分の好きな牛肉を使います。なのできのこ牛肉そばになります。あとネギ前の動画で、あのおでんを作る動画で、自分でだしを作ったんですけど、今回はまあ自分が好きなだしの素、袋の中に入っている鰹節だとか昆布とか、あと椎茸だったとか、なんかいろいろ入ってますね、だしの素になるもの、はい、それを今回使います。今日はそういう気分です。それではあのだしを取ってる間に、下準備しましょう。今日はパパッとパターンです。生姜を今日は使い忘れて、あの生姜のチューブを使います。でこれはこのくらいにして、そして酒、みりん、そして醤油、そして混ぜます。切った方が良かったかな、どうなんでしょう。このくらいにしようかな。肉はとりあえず大丈夫です。このまま置いておきます。それから野菜、野菜はそんなに多くないんですけど、それではネギとマイタケ切ります。適当にね、あのマイタケはね本当に大好きで、なぜかというと、まあ、自分でもこの前気づいたんですけど、マイタケの匂いが、あの私子供の時に食べたキノコの匂いに似ています。なんか、シイタケって独特の匂いあるじゃないですか。でシメジは私からするとそんなに匂いがない、エノキもそうで、このマイタケはもう本当にそのあの私ね、あの森行ってあのキノコ狩りして、でその、キノコの匂いがしてます。はい、だから好きなのかな。それがネギの順番、汁は多分もう大丈夫だと思います。ここにこれ出して、醤油とかみりんとか入れます。でその後はまたちょっと調整しますね。そしたらみりん、で砂糖も書いてたんですけど、でもみりんも入れたから砂糖がいいかな。今沸騰してなんかいい匂いがします。
美味しい。でもだしがちょっと足りないね。お気に入りのだしもちょっと作ります。おお、これです。で、まあ、やっぱりレシピで砂糖も書いてたから砂糖もちょっと入れます。砂糖というか黒糖ね、ほぼ小さじ1弱。ちなみにみりんと醤油は300ミリずつあ、そうね、入れました。で、だしの量はわからないです。適当にお湯入れました。おお、おいしい、おいしい。でも、もうちょっと醤油、塩もちょっと入れ、塩もちょっと入れて、そしてみりんもちょっと入れる。お、あ、これです。はい、十分だと思います。で、そしたらネギとかキノコとかも入れて、2個も入れて火を通して完璧です。はい、さらにネギとかキノコとか肉とかから汁も出るし、最高にうまくなると思います。ではネギの番、キノコも入れる、そして肉も一緒に入れます。しゃぶしゃぶみたいもうすぐできちゃいますね。ないけど、でも早いんですね、気が取るのは。もう結構いい感じになりましたよ、皆さん。あ、美味しい。うん、ちょっとだけ生姜の味も混ざりましたね。いい感じで、これから麺も茹でます。で、麺はもうほぼすぐ、ね、茹でるできちゃうんですね。皿も早めに出します。あとは麺ができたらね、ここにします。で、生そばにしました。今はね、お正月の前の時期なので、本当にいろんなそばが売ってますね、スーパーで。普通のそばでもあるし、生そばめっちゃ多いんですね、今は。せっかくなので私は生そば使います。入れちゃいます。お、これいいのかな。そば久しぶりです。それでは麺を出して、あと盛り付けるだけです。楽しみ。水で洗いました。それではおつゆも入れます。結構思ったより麺が多いんですね、一玉だと。おー、美味しそう。そしたらルーを入れます。肉たっぷり、そしてきのこも忘れずに。はい、こんな感じになりました。どうですか。はい、皆さん、それでは準備できました。おー、美味しそう。うん、で、まあ、お正月ということで、あと少しでねお酒、日本酒ちょっと飲みたいと思います。風邪をひいてて、で、まあ、今日は、お酒控えようって思ったんですけど、まあ、でもせっかくね、お正月ということで、おチョコだけだったら、一つだけだったら大丈夫だと思います。お酒って百薬の長とも言われるし、もしかして明日ね、奇跡的にもう完全に治るかもしれないですね。ということで、皆さん今年ありがとうございました。はい、たくさん応援していただいて、たくさんご視聴いただいて、コメントもたくさん書いていただいて、本当に嬉しいです。頑張る気になります。今年本当にお世話になりました。そして来年も、はい、よろしくお願いします。それでは乾杯
うん、日本酒やっぱり美味しいですね、うん、飲みやすいし、あ、来年のね皆さんいい良いお年になりますようにそれではあのちょっとね、あのお酒入れる間に、はい、そばそのまま置いといたんですけど、ちょっと伸びたかもしれないですね。いただきます。うんうん美味しい、本格的です嬉しい、美味しい、肉もねたっぷりで最高本当に美味しい、あったまります、うん、ちなみに麺に関してはまあ私からすると全然大丈夫です。なんかどっちかというと私は柔らかい麺が好きですね噛む労力かからないからうん、美味しいです。皆さんは今日どういう年越しそば食べますか？自分で作りますか？買いますか？どっちですか？美味しい。今年は1日しか残ってないので、うん、なんか来年やってみたいことありますか？私だったら、運転免許を今回ちょっと今年ね、いやこの今年じゃない来年ね、うん、チャレンジしようと思います。それは私の新しくやってみたいことなんですけど、皆さんは何かありますか？そばを食べて無事にね年越ししましょう。今回作ってみたんですけど、今度自分でもまたね作りたいと思います。元より難しくないし美味しい健康的だし、でそばだとなんかカロリーも少ないらしいです本当に最高。あ美味しいうん、日本のお正月料理も美味しいんですね。心も温まるし体も温まるし、うん、ほっとさせる、ほ自分を人をほっとさせる料理だと思いますね、うん、食べて、はあ、なんかストレス解消になりますねさらに日本酒と一緒にね、はい、皆さん食べ終わりました。これでこちらの動画をここまでにしたいと思います。最後にね、新しい年のために最後の今年の最後の乾杯したいと思います。改めて皆さん今年ありがとうございました。そしてこれからも来年もよろしくお願いします。今年は多分皆さんもいろいろあったと思いますが、来年はさらにいい年になりますように、はい、来年はもっと前向きでもっとポジティブでいろいろねやってみて、はい、前に進みましょう、頑張りましょう、うん、やっぱりそういう前向きな考え方、そのポジティブでいることが結構大事で、はい、それを来年もう忘れずに、うん、頑張りましょう一緒に、ということで皆さん乾杯。美味しいです最後まで見ていただいてありがとうございました。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それでは来年明日ね来年また新しい動画でお会いしましょう。いい一日になりますように。良いお年を。